ジョセフ・エレシニエフスキーは、アメリカ合衆国の軍人。第二次世界大戦中、アメリカ陸軍の第101空挺師団第506落下山、不評連隊第二大隊 E 中隊に所属した。HBO が制作した t v シリーズ、バンド・オブ・ブラザースでは、サイモン・シャッツベルガーが演じた。2009年には E 中隊の元隊員20名と共に、書籍、 We who are alive and remain, untold stories from the band of brothers の制作に協力した。1920年、ペンシルバニア州エリーにて、父ジョセフと母、シーチャカの間に生を受ける。1939年、エリー工業高校を卒業。彼は、市民保全部隊での勤務を経て、ゼネラルエレクトリック社に入社し、機械技師として働いた。 1942年10月28日、陸軍航空軍に入隊し、さらに士官学校に進んで卒業後はパイロットになった。1943年、空挺部隊に志願する。空挺隊員となったレシニエフスキーは、ジョージア州、ホートベニングにて、空挺副評訓練を終了し、北、アイルランドに送られた。 ここで彼はポーランド語が堪能である点を評価され、戦略情報局のエージェントに選ばれる。彼に与えられた任務は、ナチスドイツによる占領下にあるワルシャワに落下産降下で潜入することであった。しかし間もなく、ソ連邦赤軍がワルシャワを占領したために効果は中止され、レシニエフスキーには OSS に残るか別の部隊に移るかを選ぶ機会が与えられた。ここで彼は、 第101空挺師団への転属を志願したのである。1944年3月、彼は補充兵として E 中隊に配属されたが、他の中隊員とはあまり交友関係を持とうとしなかった。しかし、ウォーレン・ムックとアレックス・ペンからの2名とは非常に仲が良かったという。以後、レシニエフスキーは、ノルマンディ上陸作戦、マーケットガーデン作戦、 バルジの戦いなどの激戦に参加していく。1944年6月6日未明、E 中隊はノルマンディへの落下産降下に参加した。レシニエフスキーはサンメールエグリーズの町に降下し、間もなく E 中隊員のエドジョイントと合流している。その数日後、彼らは中隊と合流してカランタンへの攻撃に参加した。マーケットガーデン作戦の期間中、 レシニエフスキーは、アート・ヨーマン、ジョセフ・リーップ・ゴット、ジェイムズ・アレイ、ロデリック・ストロールらと共に土手沿いのパトロールに送られた。レシニエフスキーが土手を登り切ったその時、彼らへ向けて M24 型柄付け手榴弾を投擲しようと構えているドイツ兵が目の前にいた。彼は味方に警告を発して被害を防いだものの、彼自身は、 直後に炸裂した手榴弾の破片により首に軽傷を負っている。しかし、それでもレシニエフスキーは土手の上のドイツ兵へ手榴弾を投げつけて応戦した。後に判明したところでは、この土手の上に陣取っていたのは武装親衛隊の一個中隊であったという。バス投入の戦いの最中、レシニエフスキーは長靴の修繕が間に合わなかったために木、麻布の実を足に巻いて、 降下に挑んだ。降下後、E 中隊はドイツ軍による砲撃にさらされた。レシニエフスキーは浅いた骨ツ号に身を隠していたが、砲弾の一つが彼のわずか2フィートほど前に着弾した。幸運にもこの砲弾は不発弾で、レシニエフスキーは警告のためにハンカチを結びつけた棒を不発弾の側に立てて、そこを離れたという。戦後、レシニエフスキーは、 郵便配達員として働いた。2009年には、E 中隊の元隊員20名と共に、書籍、We Who Are Alive and Remain, Untold Stories from the Band of Brothers の制作に協力した。2012年、ペンシルバニア州エディにて91歳で死去した。ありがとうございます。